コーヒーオーバーハンド。はい、お願いします。ダメだって言わないじゃん。ダメだって言わないじゃん。え、こんなことない。すぐにしてくださいね。これはセンターを出してね。熱ですよ。右横のこれまた自分で買ったの？自分で買ったの。お金ないんだよ。 いいよね。いいね。あの坊主いいよ、似合ってる靴ねえ。今これセンター出して重ねしろみたいな感じ。なるほど。そしてマジでさ、ちょっとじゃあどうして、もうちょっと離れてくんないか。うん、どうこっち、そっちがいい。じゃあそっちにしよう。じゃあごめんね、そうちゃんとかくす。よし、よし、ちょっと何やめてって。畳しろみたいな感じ。なるほどね。なんかさ、こういう工作とか得意な人、工作とか得意でしょ。うん、手紙切ってるからね。でもさ、そういうことじゃない、これも。だから、わけのわからないやつになって、あーってなって投げるんだよ。
できない。Thank you.
あ、そうなの。16から16。マジで。元気コピーされた。3人組でしょ。時計盗んだ。5人組。あ、ね、結局盗んだのは3人だけど、味方とか車に乗ってるのは5人いたらしい。あ、実際に。お、綺麗。むじゃない。こうやっても畳んだとかもうこれこのままなんだ。区切れたりわかんないけど、ここ畳んだところってさ、こういうここでもうこうやって収めるもんね。そうしないと水上から来てる。うん、そうだけど釘とか打たないのね。ないじゃん。うん、うん、ないから。なるほどね。ちょっとこっちだったね。ここもさ、こういう風にするもんなの。下げるもんなの。なんかほら既製品だとさ下げてないじゃん。商品はいい。いいんだよね。だけど挟めるから、去年はここで収まった時に、うんうん、シワシワシワってなる。なるほどね。だからこれ返して、そしてここ外壁が来るから。この人すぐね。こういうつなぎもの一本下から。パカパカしないように一本打つ、うん、気分なるほど、うん、なるほどね、バッチリ、はい、ありがとうございます。